皆様おはようございます。5月の27日午前9時20分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日第1部の配信を行っていきたいと思いますけれども、昨日のですね、第2部の配信がですね、あれなんかこいつテンションちょっと低めじゃねえかみたいな思われた方ももしかしたらいらっしゃると思いますけれども、昨日実はですね、私の歯の奥がですね、なぜかもう痛いを通り越してね、もうそのさらに先、もういわゆる激痛でこの状態に陥って実はねおりまして、なかなかね、普段通りのテンションでいけなかったかもしれません。あのツイッターの方ではね、あの流させていただいたんですけれども、あのツイッターの方でも私動画をね、作って配信をする時に、こうパリッと流させていただいて、で題名をちょっとね変えながら行きたあの言っているんですけれども、そちらの方ではね、発がやばすぎみたいな、必死の喋りをぜひみたいなね形で入れておりましたので、ツイッターのねフォローされていらっしゃる方であれば、まあ大体分かっていていらっしゃったのかなと。もしね、あのフォローされていらっしゃらない方がいらっしゃったら、あのぜひともねツイッターの方もフォローよろしくお願いいたします。そして今のじゃあ私のこの状況どうなのかという話なんですけれども、昨日ですね、まあとりあえずこの痛みを歯医者には行きました。で痛みをねとりあえず、まあお酒で紛らわそうと、朝の4時まで飲むというわけのわからない行動に、ね、出まして、逆に今、胃の中が痛い、そちらでございます。ですから歯の奥の方、まあいわゆる右左顎なんですけれども、まあ今はですね、とにかく私のこの左顎をめがけて車が多分衝突してきても多分全然痛くないレベルでございます。ですからすこぶる調子はいいです。歯の調子はですね、すこぶるいいと。肝心なところで噛むなよお前でね、申し訳ございません。その代わりいいですか、胃の中がちょっとまだ痛いということで、よろしくお願いいたします。ですからいきなりね、私がこの配信中にいきなりシーンって多分5秒ぐらいになったらそういうことでございますので、皆様ぜひともぜひともですね、よろしくお願いいたします。はい、第1部の配信でございます。まずチャート分析ね、ちょっと先にメニュー行きましょうか。まずビットコインですね、そしてイーサリアム、そしてビットコインキャッシュ、あと、サンドでございますね、サンド。そして、ちょっとね、今日、昨日の夜ぐらいですか、上がってきたスケールネットワーク、SKL ね、こちらを見ていきたいと思います。そして、これもね、パリッと、今ね、上がってきておりますよ。エンジンコインでございますね、エンジンコイン。そして、ちょっとね、上がりが最近弱い ICP を行ってみましょう。ICP ですね。そして、最後締め切るのは、テセで、行ってみたいと思います。はい。で、あとね、重要ニュースの方は、もうね、もう、まあ、見られた方ね、いるんじゃないのかなと。巨人が動いちゃうの？嘘？みたいなね。もうここまで言えば大体わかりますか？もしかしたら動く？みたいな。山が動く？みたいな形でございます。はい。そちらをお一つ。あともう一つは、テンセット関係ですよ。ここのニュースがね、まあ昨日あたり入ってきていたんですけれども、いかんせんですね、そういう状況でございましたので、なかなかですね、お伝えできるかな？みたいな。今はだから大丈夫です。車が衝突しても何も問題ありませんので、私の右顎、左顎ですね。何も問題ないので、今日はね、テンセット行っちゃおうかなと思います。よろしくお願いしますよ。そしてあとはですね、まあ、私の、わちゃわちゃね、このうるさいおじさんの、勝手な喋りで、まあ、いろいろチャート分析をしますので、参考程度にね、聞いていただければと思いますので、そちらの方はね、ご理解のほどよろしくお願いいたします。それでは、いきますよ。第1部の配信、皆様、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。すこぶる調子が良きでございます。いっちゃいます。いきますよ。はい。まずね、チャート分析なんですけれども、ビットコインですね、まず行ってみましょう。ビットコインなんですけれども、ただいまの価格がですね、3万9000ドル付近をね、推移しているような状態になっております。で、日本円で言うと428万、430万円ぐらいですかね。そこら辺を、推移していると。で、やはりね、これね、2つの、ここ分かりますよね。はい。逆三尊の対決が今ね、ぐん行われてる。この逆三尊を考えていらっしゃる方。あ、ごめんなさい。こちらですね。この逆三尊を考えていらっしゃる方と、このネックラインですよ。あとは、この短い時間軸での逆三尊を考えてらっしゃる方の神々の戦いがね、今ここで行われているということでございます。ここで神々の戦いが行われていると。で、どちらが勝つんだいという話なんですけれども、やっぱりね、どうでしょうか。データ的にはね、まあ、あと、まあ、基調的にはね、やっぱり悪くないんですけど、出来高がね、まだちょっとま、1時間足レベルなんですけど、今全然こう、あまり入ってきていない状態ですので、ちょっとね、売り方が強くなってくるのかなという様子もするんですけど、まあ、50をね、49ぐらいですから、まあ今ね、とにかく拮抗しているという状態です。ですから、上に抜けさせたくない勢もいれば、逆にここを割らせたくない勢もいるので、やっぱりね、この状態になると、あと追加でね、もう一人入ってくるんですよ、おそらく。何が入ってくるのと。ここですよ、ちょっと線はあれにしましょうか。このラインで辿りましょうか。このラインでね、いわゆる、ちょっと待ってくださいね。まあ、あ
とね、ここですよね。上昇チャンネル的なものを意識する勢もいれば、安値を切り上げていくような、いわゆる上昇ウェッジ的なものをね意識する勢も混在してきますので、本当に神々の戦いがここで行われている状態になっておりますね。ですからそれをとにかくね払拭するのは、まあこのね広い時間軸内における逆三尊の根っくらいですよ。あ、ごめんなさい、こっちじゃなくてこっちですね、ごめんなさい、こちらの右上がりの逆三尊ね、こちら、このラインを上抜けすれば、この上昇ウェッジをね考えてらっしゃる方も勝ちますし、このね、上昇チャネルをね考えるような方も、まあ、上抜けという形でプラス4に捉えられるでしょう。ですから、まあとにかくね、この、斜めの右上がりのラインを突破してくれれば、もう3対、わかります？この1と、この2、上昇チャネルですよね、2。この上昇ウェッジの3対1で、まあこっちが勝つでしょうという形ですよね。うん、3人が勝つでしょうという形です。そうなると、とにかく目標値的に言うとですね、43,000ドル。43,500ドルぐらいまでね、まあ上昇してくる可能性は、まああるのかなという形で見ていきましょうかと。ですから、今ね、まあ、チャート形状的にはまあそうですよね、ここで抜けて欲しかったんですけどね、やっぱりここで抑えられるということで、うん、この右下がりのラインをね、今サポートとして頑張っておりますよ。ってなると、ちょっと1本追加しておきましょうか。上昇ウェッジ的なものをね、こう作っていくのかなみたいなね形にも見えなくもないので、ちょっとこう厳しめにつけておきますよ。こんな形ですね。ちょっと混在しすぎてちょっと難しいかもしれないですけど、ちょっと伸ばしますね。この短い時間軸内でね、こういった形で行く可能性も、安値も切り上げていってる状態でしょ。ですからこのウェッジがね意識されてくるとなると、上昇ウェッジは基本的に下割れを起こすっていうのがね基本的な流れですので、下にずるって落ちてくる可能性もあります。ですから今ね、とにかくここの付近での戦いがねどうなっていくのかっていうのが見物。ですから少なくとも5月いっぱい、とにかく今週ですよね、今週にどういった形で決着するのか、まあもう一回ぐらいね、この逆三尊のネックラインを、まあいわゆる上叩くようにチャレンジしていけばね、力強さがもしかしたら出てきて、ポンとポンと抜けていくような形になってくれるのか、それがまあ希望なんですけれども、なかなかね、やっぱり抜けて欲しくない勢もいるでしょうから、そこからのここでの攻防をちょっとやっぱり見ておいた方がいいですよね。抜けてくれれば43,000ドル付近まで上がります。押されるんであれば、この安値を切り上げた、わかります？このサポートラインですよ。ここでしっかりサポートされるかどうか。でもサポートされたとすると、次はやっぱりこの上昇ウェッジを意識する勢が多くなってきているんだっていうのはね、皆さんも同じ相場の中にいらっしゃいますので、感覚としてはというか確認としてね、必ずビットコインの動き、持っておいてくださいよ。 OK ですか？で、上昇ウェッジが始まると、上抜けをねすれば、まあ当然強いんですけれども、基本的な流れは下割れが多いです。これは、まあ何回かね言ってますよ。理論的に考えればわかります。安値は切り上げてるでしょ？で、高値はもう切り上げてるんですけど、ね、切り上げ幅が徐々にちっちゃくなっていってるということですよ。上昇幅が。わかります？ですから、買い方は強いんですけど、買い方が徐々に弱くなりつつの上昇みたいな形です。買い方が徐々に弱くなりつつの上昇ですので、基本的には下割れっていうのが、オーソドックスな流れになるよって、これはね、覚えておいてください。やっぱりよく出てくるじゃないですか。上昇チャンネル、平行の上昇チャンネルとか、あとは上昇ウェッジっていうのは、これね、先がとんがったようなやつです。上昇ウェッジ、あと下降ウェッジとかもありますから、そういったね、基本的なチャートの、形状っていうのはね、やっぱり覚えておくべきでしょう。あとは、それを今後シナリオの中で推測する力っていうのがね、やっぱり必要になってきますから、相場したるもの。ですから、あれ、この初動とかね、ここで抑えられた意味って何なんだろうとかね、こっから考えられる要素としたら、もしかしたらここら辺で抑えられるかもしれないから、これね、逆三尊だけど、またここでサポートされてウェッジをもしかしたら作っていくかもな、みたいな形で、こういろいろね、シナリオを想定して、3つ4つパターンぐらいね、自分の中で用意しておいて、どのシナリオが成立してきたのかっていうのを考えていけば、ある程度おのずとね、徐々にこう相場感的なものに慣れてきますから、OK ですか？まあ、そのためにはね、結構こう、チャートを見続けないといけないっていうものもあるんですけれども、まあね、相場師として、もし皆さんがね、生きていきたいという形であれば、ちょっとね、まあ1日、最低でも1日1回ぐらいはね、パッパッパッと確認をしてみるとか、ちょっとこう、トレーディングビューというものを私使ってますから、トレーディングビューでね、ラインを、トレンドラインをこう、いろいろ入れてみたりとかね、するのがいいのかなと思いますよ。OK ですか？ですから、今後考えられるシナリオとしたら、ちょっとごめんなさいね、ごちゃごちゃになっちゃって。今はまだ逆三尊を意識されている方がおそらく多いと思いますけれども、ここでね、今日上に持ち上がってきて、押されて、まあ、抜けてくれれば43,000。もし押されて下がってきた時に、このラインでサポートされるのか、割れて、ここでサポートされるのかで、ちょっといろいろまたね、変わってきます。ここでもしサポートされるんだったら、上昇チャンネル的なものをね意識されている方がいるのかなと、ちょっとここ上昇チャンネル
わかります？ちょっと難しいですけれども、こういったね、高値はこういう風に引きますよ。で、安値はある程度こう平行な形でこう引けるような形になると思いますので、その時は上昇チャンネルはねこう意識されているのかなみたいな形で、またこれ考えられるでしょうということですので、 OK ですか？よろしくお願いしますよ。まあまあ上昇チャンネル、平行のね上昇チャンネルも基本的には上昇ウェッジもねある程度考えてらっしゃる相場者ほぼほぼ同じ方々が多分多いと思いますので、まあそこまでね心配する必要はないですけど、上昇ウェッジに関しては下割れがセオリーですから、バリッとねバリッと落ちてくる可能性もありますよということだけは、注意点として持っておいてください。よろしくお願いいたします。そしてちょっと待ってくださいよ。まああとね下の他のデータも軽めに見ておきましょうか。MACD 線良好でございますね。あとは4時間足レベルでいくとやっぱ抜けてほしいですよね、バーンとね。まあ抜けてもとにかくここのね長期の移動平均線が被っているので、このほら4万3000ドル付近にもう被りそうでしょ。ですからどのみち頭をねこれブイッてグイッとね押さえつけられるかなーって思いますので、やっぱりこの4万3000ドル、この下降チャンネルですよ。 OK ですか？これは日足でね、結構長い間作成されていた日足に行きますよ。はい、ごめんなさいね。この日足で作成されていた、わかります？この下落チャンネル、平行の下落チャンネルのね、この下限値サポートラインになる、サポートライン。で、今それが、いわゆる、レジスタンスとして効いてくるんじゃないかという議論がね、今ずっとされてるわけですよ。他のアナリストの方も結構してるんじゃないんですかね。で、基本的には2説あります、やっぱり。この上昇チャンネルの中に帰ってくれば、いいですか？要するにこの4万3000ドル抜けてくれれば、強気相場が再開するよねっていう勢もいれば、私はね、これ何遍も言いますけど、4万8000ドルを超えないと、なかなか難しいんじゃないのかな、そこはと思います。4万8000でおそらく押されると思うんですよ。これは、やっぱりほら、あのね、チャンネル、平行チャンネルの抽選ラインって結構意識されるんですよ。抽選のライン。これは覚えておいてください。抽選ラインっていうのは結構やっぱりね、意識されますので、上昇でも、下落、下降チャンネルでもね。ですから、ちょうど今、この4万8000ドルと、ね、今これブリッと持ち上がってきた時の、この、わかりますよね。下落チャンネルの抽選ラインがちょうど被るような値位置になってると思います。OK です。で、あともう一つがここですよ。ここ。ちょっと薄いんですけれども、わかります？黄色のね、中期の移動平均線がちょうどやっぱり被ってますので、このライン4万8000を抜けないとね、なかなか強気相場が再開っていう形にはならないのかなと、これは私の見解でございます。はい。ですから、まあ私はね、どうでしょうか。あ、まあ昨日も言いましたかね。一応このね、下落チャンネル内に回帰してきたら、まあ FX、もしくは、現物の短期ね、トレードで、こちら4万8000ドルをちょっとね、こう目指していこうかなっていうのはしております。ですから1枚あたり、まあ4000から5000ドルぐらいですか。今この状態で入ると、やっぱりね、ずるっと、この、安値を切り上げているんですけれども、ここね、ずるっと落ちてくるやっぱり可能性もありますので、それならやっぱり最低でも、この4万3000を抜けて、下落チャンネルの中に回帰をね、してきた、後に入っていくのがね、私的にはベストじゃないのかなと思いますので、一応ね、参考程度に、よろしくお願いいたします。で、あとはこちらですよね、日足レベルでね、MACD 線見てください。これもう少ししたら、ゴールデンクロスを起こすんですよ。で、ゴールデンクロスをね、もうちょっと粘っていただければ起こしますので、そうなると、一気にね、この4万2000、あ、もちろん、4万3000ですね。このラインまでガンガンってね、持ち上がってくれる可能性がございますよ。で、そのゴールデンクロスを起こした状態で、ゼロラインをね、バーッと突破してくれれば、いよいよ、この下降チャンネル内に回帰してきてからの赤ライン。つまり4万8000ドルあたりをね、狙っていけるようなフェーズに入ってくれるんじゃないのかなーっていうね、要素は私の中ではしておりますので、今、一応私の中では上目線でございます。上目線でございます。はい。上の4万3000をね、トライしてくれるんじゃないのかな、今週あたり。まあ、落ちる可能性はあるんですけれども、いいですか？一旦ね、下割れを起こすかもしれませんけれども、わかります？こうね、ちょっとゴーゴー上がってきて、割れるかもしれませんけど、そこからまたね、力を取り戻して、こうね、ぐんぐん上をね、目指していってくれるんじゃないのかなと。逆に、この、ちょっと引いておきましょうか。こういう形ですね。この、平行チャンネルですよ。ここを意識する勢がね、こう、ちょっとごめんなさいね。こう出てきてみたいな。ちょっと切りましょうか。こういった形です。ですから、もしね、先ほど上昇ウェッジを書いてましたけど、そこを下割れを起こしても、こういった形でね、この、いわゆる、わかります？上昇次平行チャンネルを意識する勢が、出てきて、下をね、ちゃんとここでサポートされながら、安値をこう切り上げていってる状態で、サポートされながら、上をね、ポンと、上をポンと目指していくようなね、抜けていくような形がもしかしたら見受けられるんじゃないのかなと思いますので、今私の中ではね、一応、上目線ということで捉えておいてください。ということでよろしくお願いいたします。ちょっとこれ消しておきましょうかね。はい。そういった形ですかね。まあ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 、ビットコインに関しては、以上となります。とにかく4万2000ドル、3000ドルですね。ここを超えてくれということでお願いいたします。はーい。次行ってみたいと思います。全然歯は大丈夫。お願いいたします。行きます。行っちゃいます。ビットコインがキングなら、イーサリアムはクイーンでございます。キモお願いいたします。お願いします。まずはオリジナルでございます。オリジナルでございますよ。案がですね、何個かありました。何があったのか。いきますよ。今ね、相場感がすこぶる調子がまあいいので、ちょっと1個ぐらい紹介しておきましょう。まず、ちょっと前に入ってきました。サザエさん。ん？みたいな。ビッツコインが波平なら、
イーサリアマ、船でございます。なんか音程が、船でございます。サザエでございますっていうのがありましたけれども、やっぱりここはね、案として入れておきましょう。今のは本番じゃないでございます。よろしくお願いします。あともう一個。うん。ビッツコインが、ケンシロウならもありましたかね。うん。で、イーサリアムはユリアでございます。やっぱり、私の中でね、イーサリアムはハート様でございますから、皆様。ハート様なんです。イーサリアム。よろしくお願いいたします。はい。サザエさんの船でございます。サザエでございますがね、ちょっと本気で入れようかなと思ったんですけれども、一応紹介の方で行きました。お願いいたします。お願いいたします。私の左の歯はすこぶる調子がよろしゅうございます。お願いいたします。はい、イーサリアムなんですけれども、行きますよ。ただいまの価格が2800ドル付近ですね。日本円で言うと31万円ぐらいですか。31万円ぐらいをね、まあつけているような形になっております。で、イーサリアムはですね、昨日の夜の配信でね、一応情報としてお伝えはしておきましたよ。あちらですよね、バイナンスの方で50万イーサリアムが、イーサリアムですか、これが出金されたということで、うん、コールドウォレット、機関投資家であるとかね、クジラ様が、うん、コールドウォレットに移したんじゃないのかと。ですから売り圧がね、なくなっていったんじゃないかっていうね、まあニュースが上がっておりました。はい、まあこれはね、口頭でお伝えしました、その時はね。ですから、まあやっぱりね、7月のロンドンに向けて強気なね、相場がやってくるんじゃないのかなーっていうね、雰囲気もやっぱりこうしてますよ。見てください。はい、ここね、ゴールデンクロスを起こしてからのゼロライン、右の 0.0000 みたいなものを、うん、このね、青いラインがオレンジのラインをね、上に、青いラインが上にある状態でゼロラインを突破しておりますので、これで、ね、今もたついてますけど、一応上昇相場継続中よみたいな形でございます。 OK ですか。で、あとはやっぱり RSI 値もね、右上がりに、やっぱちょっと今平行になりそうなんですけど、基本的には右上がりを、うんうん、こうねしていってるような形になっておりますので、まあ強気でいいでしょうと。うん、で、あとやっぱり一つね、大きい要因としたら、うん、やっぱりこれですよね。右下がりのね、逆三尊形成のネックラインを上抜けしたので、そろそろね、力強さがまた出てきてもいいんじゃないのかな。あ、見てください見てください皆さん。うん、昨日おそらくここら辺で言ってたと思うんですよね。まあ下がってきたとしても、この短期の移動平均線が追いついてきてサポート転換をねしてくれればっていう話をおそらくしていたと思うんですけど、今それをね綺麗に起こしているという状況ですので、やっぱり上目線継続で4時間足レベルでいくと、このね、うん、長期の移動平均線がちょうどね、この上昇チャンネルを描いてました。これもね、上昇平行の上昇チャンネルを描いていて、あ、ごめんなさいね、描いていてからの、うん、このね、上限値にちょうど長期の移動平均線がありますので、ここまではね、まあ持ち上がってくれるんじゃないのかなと私はね、思っておりますよ。基本的には OK ですか。んですから、目標価格としたら3200ドルぐらいですかね。ここら辺までは一旦上がってくるんじゃないのかなと。うん、ですから、もしね、あまり欲をかきたくないという方であれば、そのね、3200ドル付近で、半利確もしくは3分の1利確ぐらいをしていただいて、残りの玉はね、7月に向けて、まあ、もしここら辺で買われた方はですよ、ここら辺とかね、抜け直後に買ったとか、あとはやっぱりね、この1800ドルぐらいでね、買われた方であれば相当調子が良くなっているのかなと。もしくは、この、うん、前々から言っておりましたもんね、この上昇チャンネル内に回帰してくるっていうのがやっぱり強いですのでって言ってたら、やっぱり回帰してきた後に、うん、こういったね、力強さをやっぱり見せてきてくれたのかなと。きちんとサポートもされてますでしょ、わかります。やっぱりこういう重要ラインに戻ってきた後の一発目の動きって意外と大事ですので、ここでしっかりサポートされれば、力強さがまたぐんと出てきてね、上に目指していくような形になりますから、抜け直後に入ってもいいですし、こういうのは覚えておきましょうよ。うん、抜け直後に入ってもいいですし、一回リバウンドをしたところでの、その重要ラインでリバウンド、要するに押し目としてなったところで買っていってもね、遅くはないので、抜け直後に焦って入らなくても、ここでね、入っていくとか、そういった形でも全然問題はありませんので、まあ、ものによってはね、うん、一気にバンバンバンって突き破る時もあるので、やっぱりそれはね、皆さんこう、上げられると嫌だなと思って、まあ、焦って買う方もやっぱりいると思うんですけれども、基本的にはね、一回押し戻されて、やっぱりサポートをちゃんと確認するみたいなね、流れになることも多いので、うん、そちらでね、一回目のワンバウンドぐらいで入っていってもいいのかなと思いますよ。OK ですか？まあ、今後の参考にということですね。で、まあ、イーサリアムに関しては、うん、まあ、安値もね、切り上げてますし、わかります？ちょっと線を追加して大丈夫です？ちょっとね、ごちゃごちゃするかもしれない。すべてね、重要なちょっとラインですので、なかなかね、消すことがちょっとできないんですよ、今これね。実践で引いておきましょうか。まあ、こういった形でね、安値切り上げて、ちょうどこのラインをね、今サポートとしてこうしようとしておりますので、今ちょうど、うん、これをサポートとして考えるならば、サポートライン上に。そしてほら、先ほど見ました、短期のね、移動平均線も重なっておりますので、強固なね、サポートとして聞いてくれればなという形です。OK ですね。ですから今日あたりね、この3300ドルを、まあ、調子が良ければね、つける可能性がありますので、ちょっと楽しみな相場が、うん、イーサリアムに関しては来るかなと。だってほら、そうでしょ？これ史上最高値狙うにしても、ここを経由しないとね、当然狙えませんので、とにかく、いいです。この上昇チャンネルのね、レジスタンスライン3200ドルぐらいですか。ここを抜ければ、結構様相は良くなってくるんじゃないのかなと思います。抜けたとしても、
です。その直上にある、もうこれもオレンジのラインぐらいでいいです。3500ドルぐらいがね、やっぱり頭の抑えラインになりますので、戻ってくると思うんですよ。戻ってくると思うんです。ですけど、その時は、これを思い出してください。これです。重要なんか言いよったなと、おっちゃん言いよったなみたいな。重要ラインを超えた後の、一発目の押しでちゃんとサポートされれば、力強さが出てきて、勢いのままバンとね、行くなってなんか言ってたなと。それを思い出してくれる方であればね、まずその抜けた後に焦って買わなくても、おそらくここの3500で押される。押し目で買っていこうかなっていうね、一つの選択肢ができますので、より危険な取引っていうのがね、なくなる可能性もあるんですよ。だって抜けた直後に一気にズレってね、騙し上げってやつですよ。騙しで落としてくる可能性もやっぱありますので、やっぱりなるべくならね、サポート1回ぐらいでいいでしょう。結構強いラインを抜けた後はね、1回、まあ2回ぐらいですか？サポート、1回ぐらいでも大丈夫かなと思いますけども、まあとにかくサポートとして、あ、機能してるなって思ったら、ちょっと試しに入れてみる。で、割れたらすぐ逃げていただける。わかります？ね、1回目で入ると、騙しでまたバーンと戻ってくる可能性がありますので、そこはね、注意をしておいてくださいということで、よろしくお願いします。なるべくね、皆様の危険なトレードを避けるための、私は言うじゃないですか、皆様。はい。皆様がとにかくいいですか？うん。意識としたらね、宇宙戦艦ビットマン TV 号における皆様が、水先の案内人様でございますからね、基本的には。私はこの意識はとにかくブレておりません。ずっとブレることはないでしょう。はい。皆様がハンドルを握ってるんです。私はとにかく、超一級品のものをとにかく燃料として入れ続けます。それです。ですから、いいですか？エンジン、積んでるエンジンも超一流。私が燃料を注ぐ、その燃料も超一流でございます。はい。それを、どうやってね、皆様がまあ調理していくのかは、まあやっぱりこれは当然、皆様お一人ね、立派な相場師でございますから、ある程度ね、こうね、判断、まあでもそれが基本的な相場というかね、トレードの醍醐味でしょうからね、やっぱそこを逆に私が奪うのもどうかなと思うんですよ。やっぱり、ご自身で、例えばね、私がね、こういろいろほら、こういったラインも考えられますよとか、こういったことを考えていらっしゃる相場師もいらっしゃいますよねっていうふうに、私がほら、こう話をすればね、そういった意識も皆様こう芽生えてくるじゃないですか。で、あとはご自分で考えられた、こう、シナリオとかもね、あると思いますので、そういったものを加味しながら、どういった流れでね、チャートが動いてるのか。で、それを考えれば考えるほど、それは当然、うん、相場師としては、早くね、一流相場師をね、目指せるような体制になりますので、うん、そのね、まあ、楽しみっていうのはね、まあ、これが実際問題です。先ほども言いましたけれども、トレードのね醍醐味なんじゃないのかなと思いますので、まあそういった意味でもね、ある程度参考程度ね聞いていただければと思いますので、よろしくお願いしますよ。で、やっぱり入りのタイミングとかは私自身が基本的にはトレードをしているのを皆様にお伝えしておりますので、基本的には例えばツイッターの方とかではね流させていただいてるんですけど、あれも私がほら入るタイミングとかで流させていただいておりますので、まあ勝手なね流しということで、まあね、そこはもう参考にねしていただければと思いますので、よろしくお願いしますよ。で、ごめんなさいね。ですから、まあ、今から考えられるのは、ここをサポートとしながら上をね、目指していけるかなと、うん、3200ドルぐらいをね、目指していけるかなという形がしておりますので、そこは、よろしくお願いいたします。はい、次行ってみましょう。行きます。皆様の大好きなアルツの、アルツのお時間でございます。私も大好きでございます。こちらでございます。パチ。はい、こちらですね。ビットコインキャッシュですね。久々扱いますかね、ビットコインキャッシュ。こちらもね、結構調子がいいんですけれども、こちらはですね、どうでしょうか？うん。ただいまの価格が、8万、日本で8万3000ぐらいをね、つけているような状態。ドルベースでいくと750ドル。で、これもね、まあ、先ほどのイーサリアムと同じように、上昇チャンネルの中にね、まあ、回帰はしてきましたよ。バーンとリバウンドして、回帰はしてきました。で、今この状態、どういう状態？ちょっとね、1時間足レベルでも見ていきましょうか。うん。やっぱりね、これはね、逆三尊。まあ、これもまあ、今ね、もうどの形状も結構同じような感じです。うん、逆三尊的なものがね、こう作られていて、って考えると、やっぱり今、この中で、ビットコインキャッシュの中で強い逆三尊はこっちでしょ。もうこれはわかりますよね。完全に押さえつけられてますから、上抜けがなかなかできないみたいな形でね、ぎゅうぎゅうに詰まりまくっておりますよ。OK です。で、この下の MACD 線を見ていただいても、こうね、徐々にこう収束して平行になりそうなので、うん。で、あとはこちらですよね。RSI もこうね、ぐに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 みたいな形で、なっておりますので、やっぱり今ね、うん、市場がまあ悩んでるというか、このラインを抜けたいけど抜けられないみたいな状態になっております。ですから、この逆三尊のネックラインが効いてる、こちらよりもです。こちらよりもです。今の状態でいくと。OK です。でも、抜けたとしても、さっきのビットコインと同じなんですよね。同じなんですよ。ですから、ちょっとここ短いですけど、こういうね、いわゆる逆三尊を意識する。まあ結構同じですかね。ここはちょっと押しが弱いですもんね。やっぱりこの単体一つだけですかね。逆三尊的に言うと、これはね、ここでしょうかね、目立つのが。うん。ですから、とにかく今はね、いいですか？ちょっともう一本だけ追加しますね。もう一本だけ。逆三尊が意識されてる。プラス、これはまたね、ビットコインと同じような形でいけるでしょう。こういった形です。こうですね。うん。
こうですね。わかります？まあ、いわゆる上昇、まあ、まあ、ウェッジ的なね、ものが、まあ、作ら、まあ、安値は切り下げていますからね。どういう形で言いましょうかね。まあ、ちょっとした平行なラインとして考えるならば、アセンディングトライアングル的なね、ものも考えられますでしょうか。まあ、いわゆる安値は切り上げ、高値はね、ある程度一定値として見ていってもいいのかなと思いますので、とにかく上昇をね、していくのは、このラインをね、上抜けしてからじゃないといけないというのは、まあ、まあ、当然明らかでございます。明らかでございます。で、抜けた後にどこを目指していくのは、これはまあ、目標価格がね、もうはっきりしていますでしょうと。この逆算ゾーンのネックラインを上抜けしていけば、当然この、上昇チャンネルのね、上限値まで、まあ、狙っていくようなね、形には、なっていくのかなと思いますので、OK ですか？こういった形ですよ。ちょっと広い範囲で見るとね、この上昇、ごめんなさい、上昇チャンネルですよね。上昇チャンネルの上限値まで狙っていくような形になりますので、ドルベースでいくと、まあ、切り場の1000ドルぐらいですか？ここら辺をね、一旦、まあ、こう、つけていくような、まあ、狙っていくようなね、フェーズになっていくのかなという要素はしております。で、下割れをね、起こしてしまった場合、まあ、この安値をね、切り上げているんですけれども、ここを割ってしまった場合でもね、ある程度、この、わかります？やっぱり、重要なね、ずーっと推移していた、上昇チャンネル内に今、回帰してきておりますので、ここを下割れしたとしても、やっぱりこの、わかります？上昇チャンネルのサポートラインですよ。このライン、ドルベースで行くならば630ドル付近です。ここが、次の押し目買いのね、ポイントになっていくでしょうと、サポートとしてね、まあ、入ってくるのかなと思いますので、もし長期保有目的の方がいればね、ビットコインキャッシュ買っておきたいなーっていう方がいれば、630ドルあたりでね、分割エントリーしていってもいいんじゃないのかなと。で、もしそこを割れてしまった場合は、赤いラインというよりも、このね、高値を結んだラインでの、タッチ。ここでサポートを一回されると思いますので、ここでね、押し目買いで、まあ、押し目買いではないですね。ごめんなさい。落ちてきた時の、まあ、いわゆる現物の分割エントリー場所。ここからね、またこう、耐え切ってから上に、こう、何かしらのラインがね、引かれていて上にガンと上がってくる可能性もありますので、もし黒いラインを、このね、わかります。サポートラインを割れたら、ここでサポートされるかどうか。で、何かしらの線をね、さらにサポートとして上に上がってくる可能性もありますので、現物の分割。そして、そこを割れたら、380ドル付近ですか？ここがまたね、現物の分割エントリー場所。まあ、1、2、3段階ぐらいでね、構えておけばいいのかなという形はしております。ですけど、今はね、結構上目線で、まあ、これも話が進んでいけるんじゃないのかなと思いますので、MACD 線も右上がり、RSI も右上がり、あと1時間足レベルで行くならば、もうちょっとね、上昇してきてほしい。やっぱり上が煮詰まってますので、上がね、こう煮詰まっているので、まあ、押されてますのでね、もうちょっとガンと抜けてくれればね、ちょうど1時間足レベルでも MACD 線がね、ゴールデンクロスを起こして、やっぱりさっき言いましたように1000ドル付近をね、ガンガンガンと力強く目指していくんじゃないのかなと、短期の移動平均線、中期の移動平均線をね、サポートとしながら、行くんではないのかなという要素がね、私の中ではこれしておりますよ。はい。で、1時間、日足レベルで見たとしても、どうですかね。そろそろですね、いいですね。青いラインがね、ちょっと平行になりかけておりますので、まあ、ブレイクしてくれればですよね、やっぱりね。この、三角、逆三ゾーンのね、ネックラインを上抜けしてくれれば、ゴールデンクロス完成していって、ぐんとね、力強くやっぱりこれも、行くのかなという形がしますので、まずね、ビットコインキャッシュに関してはまだ上目線、上目線でございます。はい、データ的にも4時間、1時間がね、何も特に問題はございませんので、上目線で行きましょうかということで、よろしくお願いいたします。とにかくビットコインがね、崩れなければ、今どの通貨もね、結構今これ赤になってるんですけど、昨日がね、結構バーッと上げていってたので、さっきまで青一色で、グリーン一色でした。はい、グリーン一色。で、次行ってみましょうか。はい、サンドですね。次サンド行ってみたいと思います。はい、サンドなんですけれども、ただいまの価格がですね、0.36 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、サンドに関してはね、もうこれ下髭見ていただいたらわかるように、もうかなり肩もうね、もうほぼそこなんじゃないかレベルでのヒゲですよね。これバン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 ってね、戻ってきまくっていて。てか、様相としたら、どこら辺ですかね。なんかね、こういったところとね、こう似てるような感じはするんですよ。こういったところとね、ヒゲをガーッとつけていて、ガーッとつけていて、ガンみたいな、ガーッとつけていて、ガンみたいなね。ちょっとこう、底確認する、まあ、日数がなかなか多いみたいな、結構カップをね、こう作ってくるのが、サンド結構私の特徴かなと思いますので、まあ、でもこう、それ考えると別にカップでもないですもんね。まあ、これは今ね、ごめんなさいね。下落チャンネルの中を動いてるんですよ。平行の下落チャンネルの中を動いております。わかります？で、今、この安値を切り上げていっているじゃないですか。かなり冷やして相当、わかります？ちょっと細かいんですけど、このね、安値をガーッとヒゲでこう上げていってるのわかります？ですから、ここでサポートがね、右上がりのものがパッと引けるんですよ、パッと。ですから、今もしかしたらちょうど、相場の転換点にいる可能性はありますね。これ、ビットコインの気象が良くなればね、この、ドンドンという上昇でしょ？で、ほら見てくださいよ。ここも。わかります？ガンガンって上げた後、ここに似てるでしょ？ここ。
わかります？ここも、ね、ダンダンって上げた後に、まあ、ずる下げガーッとしていってるんですよ。まあ、下降ウェッジのね、上限値っていうのも当然あるんですけれども、ガンガンと上げた後にね、ずる下げしてこなかった。で、なおかつ、このサポートライン、右上がりのサポートラインでサポートされてまた上をグンって狙っていったので、これちょっとね、相場感が変わってきそうだなっていう感じはね、私の中ではちょっとしております。うん。ですから、一旦はとにかく、まだでも、下降チャンネルの中を推移しておりますので、この、ね、なんか、つまり、ここを意識される勢は全然残っております。全然残っております。ですけども、さっきも言いましたように、ちょっと相場転換がね、なんか雰囲気として起こりそうな、ロウソクの形をしておりますので、ガンガンって上げて、ずるーっと落ちてくるんじゃなくて、支えられてからの、もう一気にまたもう一回ブレイクをしてきた。この赤いラインをね、一気にガンと抜けてきた。うん。っていうのがありますので、ちょっと相場感が変わりそうかなと。うん。ですから、ごめんなさいね。ちょっと話が混在しまくって申し訳ないんですけれども、うん。一旦は、ごめんなさい。結論行きましょうか。一旦は、この黄色いライン、0.44 ドル付近をね、目指していく。まあ当然そうでしょ。で、まあここでしょうね。この過去、下落チャンネルの、この上限値、ドルベースで行くならば、ここら辺付近ですよ。やっぱり青いラインですかね。0.5 ドル付近をね、狙っていくような形になっていくのかなと。0.5 ドル付近。で、ここのラインを抜けるっていうのは相当でかいですよ。黄色も、いいですよ。青も、同時に二つも抜けるし、あとは、この長期の移動平均線もね、いわゆる同時にブレイクすることになりますので、今、ここのね、密集地帯を抜ければ、力強く抜けていけば、かなりね、いわゆる相場転換的には、かなり大きな転換がね、起こるんじゃないのかなと。ここから、もう上をね、ぐん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 目指していくような形がね、出てくるんじゃないのかなという様相はね、見受けられますので、あとはこちら。ごめんなさい、ちょっと伸ばしますね。抜けるじゃないですか。頑張って抜けます。でも、黄色いラインで、あ、ごめんなさい、オレンジのラインでおそらく押されるとは思うんですよ。押されるとは思います。ここは、やっぱりトップをつけているレジスタンスラインとしてある程度ね、認定しておいていいでしょうか。抜けるんですけど、押し戻されてね、もじもじしてくるのかなと。うん、こういった形で、もじもじしてくるとは思うんですよ。で、その後に、この右上がりのね、サポートラインが効いてきてからの上をね、ガンと、アセンディングトライアングルを作って、ガンと抜けてきてから、ようやく1ドルのフェーズに行くんじゃないのかなっていうね、今の気象的には私、そのシナリオがまずやっぱり考えられますので、あとはほら、マックD線もね、ゴールデンクロスを今起こしかけておりますでしょ。ですから、うん、ちょうど相場のね、トレンドの転換点にいるのかなーっていう雰囲気は、うん、なんかしておりますよ。こちらはね。ですから、サンドを持たれてる方は、まだもうちょっとね、頑張って握っておくのがいいんじゃないのかなと。まあ、私はそういう風な流れでいきます。やっぱり、コインチェックのね、上場が、うん、期待できる通貨ですので、そこまでね、ちょっとこう、待ってみようかな。どういう形で決着していくのかね、まだわかりませんので、待っていこうかなーっていう形がね、しております。はい、次行ってみましょう。サクサクいきますね。申し訳ございませんね。はい、SKL ですね。ちょっと簡単めにいきましょう。ごめんなさいね。ちょっと、また今日もね、第1話が長くなってしまうんですけども、ごめんなさい、SKL ですね。はい。まず、SKL に関して言うと、ただいまの価格がですね、0.56 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、これは、いいですか？市場最高値をつけた後に、これ同じです。まあ、ほら。サンドと似てますよ。つけた後にね、こういった下落チャンネルを描いていたんですけど、この見てください。昨日の、何時ぐらいですかね、一気にブレイクしてきたんですよ。ちょっと待ってくださいね。時間的に行くと、あ、もう夜中ですね。ですから海外の時間、何かしらのニュースがちょっと、あ、ごめんなさいね、拾い上げてないのであったのかなと思うんですけど、一気にバーンとね、ブレイクしてきて力強く。うん。で、ごめんなさい、もう一回引きますよ。もう一回引きますね。ちょっと大事ですから。ここブレイクしてきた瞬間に、ブレイクしてきた瞬間におそらくこれを意識される。長いね、わかります？上昇チャンネルをこうね、描いていたような形だったんですよ、ここで。で、ここも見てください、ほら。ここでね、一回持ちこたえて上がってきたでしょ。で、押されたんですよ。これ、必ずこれが、このラインがね、意識されてます。この上昇チャンネルのこの上限のレジスタンスラインが、やっぱりね、意識をされているんですよ、これ。どう考えても。わかりますかね。まあ、上昇起点にもなっておりますし、ここでちゃんと、実践で、ね、サポート、わかります。下落チャンネルの中の中途半端なところで止まってるでしょ。ですから、これサポートラインなんですよね。基本的にはサポートされてます。そこを下割れしたんですけど、ヒゲつけて戻ってきてますよね。ですから、このラインが絶対的に意識されてると思います。OK です。で、それと、平行なね、下のラインが当然これ、支えとしてあります。これ、ほぼほぼ平行なラインですので、あ、上昇チャンネルがね、意識されてる勢がやっぱいたんだな、ってことです。で、その中に今ちょっと回帰してきたっていう風になってるんですよ。OK です。ですから、今ね、この状態、結構 E プラス要因に働いてますよ。実際問題、SKL。今から、こっからね、もし、このラインを、右下がりのこのレジスタンスラインを、あ、もともとレジスタンスラインだったじゃないですか。下落チャンネルね。ここを下割れしても、この上昇チャンネルの次、このサポートラインが効いて、ぐんとね、また上に持っていける可能性がありますので、もうちょっと時間的に経てばね、ちょっとごめんなさい、1時間足を落とし込みましょうか。ごめんなさい。こういった形ですね。もし割れたとしても、ごめんなさい。アップで見ますよ。割れたと、ごめんなさい。割れたとしても、
このもう直下にあるんです。これがまたねサポートとして強く効いてくるので、今ちょうど値位置的にはいいですか、値位置的にはまあロングインのねチャンスとして捉えておいてもいいのかなと思います。やっぱりこれはうん、この上限値ですから 0.8 ドル付近をね狙っていけるようなフェーズに今ようやく入ってきたと。で 0.8 ドルで逆にまたこれ抑えられると、やっぱり次はね上昇チャネルを意識されてる方がいらっしゃいますので、押されてねまたこのチャネルの下限値ぐらいまでこうね落ちてくるような形になってくるでしょうから、そこはね注意をしておきましょうという形でございますね。 OK です。ですから今ちょうど上昇チャネルを意識される方々がちょっと復活してきた形でございます。復活してきた形でございます。で上限を狙っていけるようなフェーズに入ってきたよということで、押さえておいてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、まあそうですね、 RSI 値も変わりすぎの領域から戻ってきておりますし、うん、4時間足レベルでの MACD 線も右上がりで問題ない。はい、RSI 値も特に問題はないので、うん、ここからねサポート転換をして上にガンとねやっぱり狙っていってほしいかなと。であとはこれね、わかりますよね、短期の移動平均線がもうゴールデンクロスをバーンとあれだバーンみたいな感じで来るかもしれません。はい。さすがにそれはまだね、このフェーズの中ではないんです。すいませんね。言いたかっただけです。申し訳ございません。はい。ないんですけれども、一旦はね、ディキシみたいな、まあ、小ディキシね、小ディキシみたいな、小ディキシみたいな形で、こう狙っていけるのかなって形はしておりますので、そこをね、調子よく見ていきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい。次行ってみたいと思います。次はですね、エンジンコインでございます。エンジンコインでございます。こちらですね、ポチッとな。はい、よろしくお願いします。エンジンコインなんですけれども、ただいまの価格がね、1.84 ドル付近をね、推移しているような形になっております。日本円で218円ぐらいでしょうか、の、金額をつけていると、218円ぐらいですね。うん。で、こちら。まずですね、いいです。こちらのラインはね、私が、まあ、あらかじめ、うん、設定はさせていただいておりました。設定はさせていただいておりました。で、このラインをね、なかなか抜けきらなかったんですけども、一気にブレイクして、これ何が要因かちょっとわかんないんですよ。何上げなのかなみたいな。でも、エンジンコインに関しては、まあ、必ずね、いつか来るでしょうと思っていたんですけど、まだです。まだ楽観視するの早いんです、実は。実はね、これね、いいです。私が思う、本当にこれやっぱり始まっちまうんじゃねえかと思うのが、やっぱりここですよね。2.6 ドルを超えてくれればね、ちょっと雰囲気が良くなるのか、まあ切り場の2ドル、まあ今ぐらいの値打ち、青いラインを抜けても一旦はねその権利は得られるのかなと思いますけども、わかります？やっぱ横を言うならここですよね。 2.6 を抜ければもう相場転換をね起こして、うん、まあ、ここでね、逆三尊的なものを作ってから、バーンみたいな、バーンみたいなのがあり得ますので、一旦は抜けます。で、ちょっともじもじしてきてからの、リバウンドでね、いわゆる青いラインでリバウンドしてきてからの次のトライぐらいでガーンって抜けてくれれば、いわゆる逆三尊形成でね、かなり強い上昇が待っているんじゃないのかなっていう、今後のシナリオの初動になるかもしれません。これは。OK ですか？ですから、欲を言うなら、それを考えてらっしゃる相場師の方がね、いろいろ動くんであれば、うん、このオレンジの2本目 2.6 ドル付近をね、やっぱり明確に上抜けした後が、かなり強いね、上昇が待っているんじゃないのかなって私の中ではねしておりますよ。うん、上昇がね待っているんじゃないのか、 2.6 ドル。うん、結構もうかなりね目線的な上を目指していけるような形になるんじゃないのかなと思いますので、そこをねちょっと言いたかったでございます。で今ちょうど青いラインでね頭を押さえつけられているので、ここでの攻防がやっぱりどうなるのか、まあ MACD 線はね相変わらず右上がりで構わないんですけども、 RSI も、変わりすぎの領域からちょうどね今戻ってきました。1時間足も見ていきましょう、ちょっと細かくね。はい、これはやっぱ大事でしょうからね。ごめんなさいね。はい。MACD 線がね、デッドクロスを起こしかけているんですけど、まあ、これぐらいじゃ問題ない。安値を切り上げてますからね。ちょうど、うまい具合にこう来てますもんね。うん。チャート形状とリンクはしておりますから、問題ない。ダイバーも起こしていないですし、これ RSI もまあ問題はないですね。変わりすぎじゃない。はい。問題ないですね。で、冷やしレベルも見ていきましょう。冷やしレベルで行くと、はい。もうこれね、ゴールデンクロスを起こしてますね。もうね。冷やしレベルでの MACD が起こしてますので、ワンチャン今日、明日、今日ぐらいに、上値を重くしているのはやっぱり、うん。青いラインってそもそもですね、いいです。そもそもなんですけど、これ三尊形成のネックラインだったんですよ。ですから抜けるのちょっと多分これ苦労してるっていうのもあるんですよ。ネックライン。三尊のね、ネックラインだったんです。で、ここやっぱり抜ければ、ちょっとは力強さがやっぱ出てくるでしょうね。あとはほら、ここ、移動平均線ですよ。冷やしレベルの移動平均線がやっぱり今密集している状態ですので、そこがね、上値を重くしているので、ちょっとね、買いがガッと入ってくれれば、今ゴールデンクロスで起こしてるので入ってくれればね、ぐんと一気に青いラインを上抜けしてからの、ちょっと押されて、サポート転換を確認して 2.6 ドルでどの道もか押されます。はい。ですからここでの攻防に注意。ですからもしね、FX とか短期で稼ぎたいんであれば、ちょっとね、稼ぎたいなって思う方であれば、まあ私ならですよ、こちら青いラインを上抜けした、うん。あと、1回、2回ぐらいのリバウンドでね、入って 2.6 を狙っていくかなという形です。2.6 をやっぱり抜けるのはね、結構難しいのかなって今の状況で思いますので、うん。やっぱりそうですね。2ドルぐらい抜けて 2.6。1枚あたり60円ぐらいのね、まあ利益を取っていこうかなって、私は、そういう風にね、していこうかなと思いますよ。OK ですか？ですからね、もしね、FX 短期勝負、考えてらっしゃる方がいれば、青いラインを上抜けしてからね、ロングインするのはいかがでしょうかということでございますね。はい、よろしくお願いいたします。はい、次ですね、行きます。サクサク行きます。久々ですね、ICP でございます。ICP でございます。こちらでございます。何ですかこれ。はい。た
ターンなってるんですね。ターンなってますね。申し訳ございません。もうね、ICP なんですか、いつも開くとこうなってるんですよね。ターンみたいな。こちらですね、ごめんなさいね。1時間足で見ていきましょう。はい、上場したばかりですので、なかなかね、チャート形状的には、今ね、作られていないので、もう MacD とかね、もうわけわかんない状態になってるんですよ。はい。こうですね。で、今ね、これね、実は、いいですか？ちょっとこれもね、ビットコインの気象が良くなってきてるので、ちょっと修正を施します。こうですね。ちょっとこう、やっぱ安値がちょっとずつ切り上がっていっている状態ですので、ちょっと厳しめにつけましたよ。ちょっとずつ切り上がっていっている状態。そして、あとはもうわかりますよね。うん。こちらですね。高値をね、結んだラインを考えていくならば、はい。こちらですね。三角持ち合いがね、こう、細長い三角持ち合いが作られていっているようなね、形に今なっております。ちょっとかなりとんがってるんですけども、こういった形ですね。ですから、あれ矢印がないですね。あ、いいですかね。はい。今、三角持ち合いをね、この中でちょっとこう作りそうな形になっておりますので、こういった形で。うん。上抜けをしていけばね、まあ強い上昇が待っているのかなって思うんですけれども、実はこれね、こうです。ちょっとね、まあまあ、ちょっとかなり荒々しく引いてるんですけど、このね、下落のね、平行チャンネル、下落チャンネルをね、こう描いていたっていうこう側面もちょっと少なからずあるのかなと思いますので、このラインでの頭を押さえつけもちょっとどうなるかが気になるところですね。うん。ですけれども、今まあ多分意識的にはね、この三角、まあ、しかもほら、先端に差し掛かってますので、とにかくこの三角持ち合う上にブレイクしてくればね、ブレイクしてくれば、このね、斜めの右下がりのちょっとなだらかなこう、あ、急なラインですよね。このラインも一緒にブレイクしてくれるような形になりますので、結構ね、強めな上昇がね、まあ、待ってる可能性もあるよということでね、ここは押さえておいてください。で、上昇はやっぱりここら辺でしょうね。200ドル付近を目標におそらく上がっていくと思います。200ドル。ですから、ここにオレンジのラインは入れておきましょう。やっぱりこれはね、押さえつけられているラインですので、ここら辺にね、抵抗体が来るでしょうから、うん。200ドル付近でね、一旦、まあ、半利確。もしここで FX ロング入るんであれば、半利確。もしくは3分の1利確ぐらいをね、していってもいいのかな。でも、結構、大底系のね、感じもしますので、うん。まあ、下割れしたらね、下割れしたら、ここですよ。ここで支えられるかどうかです。このラインです。下割れを起こすと、このラインで支えられて、またね、こう、下掘っていくような形になりますので、こう、下降チャンネル内をこう、推移しながらね、そこは注意しておいてください。で、上を抜けていったら200ドルぐらいですので、でもさっきも言いましたように、ICP ね、これね、モンスター通貨ですよね。上場後すぐに8位にのし上がるという、コインマーケットキャップで。うん。ですから、注目度は高い。やっぱり、バックアッパーが強いので、まあ、1万円から結構高いですもんね。15,000円とか6,000円ぐらいでしょ。ですから、余力がね、ある方であれば、長期保有目的としてね、まあ、購入を考えてみてもいいのかなと思いますけど、まあ、そこに回す資金ないと、他にもほら安いアルトコインがあるので、そこら辺に資金を回していきたいなという方であれば、まあ無理してね購入する必要もないのかなと思います。ですけど、今ちょっとね ICP 過強に差し掛かっていますよということだけは押さえておいてください。上抜けをすれば2ドル、あ、ごめんなさい、200ドル、すいません、200ドルです、200ドル。はい。で、下割れを起こすと、下降の下落、ごめんなさい、下落チャンネルのこの下限値をねまたこう目指していくような形になりますので、ちょっと次はまた大幅下落をね、起こしていくか、もしくはここで止まっているライン、この水平ライン100ドルぐらいでね一回止まるかもしれません。ここは入れておきましょうか。100ドルですね。うん。やっぱり一回ね、抑えられているラインは、意識をされるでしょうか。ここら辺付近ですね。ちょうど100ドルでしたね。はい。ここですね。はい。青ライン入れておきましょう。ここでちょうどね、サポートされてますので、ここ付近で止まるかどうかでございますね。ここは、まあ、ある程度意識はしておきましょう。下割れを起こした時はね、100ドルぐらい目指していくよということで、よろしくお願いいたします。はい。そしてね、本日のチャート分析は最後になります。テンセットでございますね。テンセット。まず、いきますよ。テンセットなんですけれども、こちらの方で行きましょう。はい。私が普段使っているチャートの方はちょっとないので、こちらで行きたいと思います。はい。もうね、強い。もう強いです。本当に、テンセットは。はい。これ、どこまで行くんだろうと。で、まだニュースはね、できってないっていう話ですので、全然。できってないと。ですから、今後にやっぱりね、これはね、期待ができるんじゃないのかなという、ちょっと待ってくださいね。なんかおかしいですね。なんか様子がおかしくなってきました。ごめんなさいね。もう一回ちょっと訂正しますよ。はい、ごめんなさい。テンセットは強いですね。で、ちょっと、冷やしに落とし込んでいきましょうか。ある程度、目標価格的なものをね、ある程度言っておいた方がいいのかなと思いましたので、うん。まあ、これね、強いんですよ、本当に、今ね。ですから、ちょっと引いておきましょうか。フィボナッチエクステンション、冷やしレベルでね、行くと、でも、もうね、ニュースがゴンゴン入ってきてるので、一応、これはね、まあ、一応引いておくんですけど、そこもぶち破って上昇してくる可能性もありますので、ちょっとごめんなさいね。どこか、ありました。ここでしょうかね。冷やしレベルで行くならば、まあ、押しを考えると、あ、そうですね、もう今ちょうど1のラインで押されているので、このフェーズでの考えていらっしゃる相場師がね、多いのかなと思いますよ。うん。フィボナッチエクステンション的に行くと、1のラインが 5.2 ドル。24ドルね。で、1.618 が7ドル。多分これね、ニュースのレベルがちょっとね、やっぱすごいので、5月の引けにかけての。5月の31日あたりぐらいまでは、なんか、
ほぼ毎日出すみたいな形らしいんですよ。で、これ視聴者様からのねコメントで、なんか6月の上旬に取引所また追加であるみたいな形で言ってた方もいらっしゃったので、まだ6月に入ってからもね、もしかしたら両ニュースが両ファンダがパンパンって流れてくる可能性もありますよ。もうねこれはね、もういよいよなんかこう注目通貨になりうる可能性がね、やっぱり徐々に出てきたかなと。やっぱり株式のね、市場と仮想通貨業界の橋渡しを行う、まあ仮想通貨ということでね、まあこう結構ね注目されていらっしゃる方が今徐々に増えてきているのかなと思います。で、まあチャート形状的にとは、というか目標価格がね、とりあえず今のフェーズで言うと1のラインを抜けていけばとにかく7ドル付近をね狙っていけるような形にはなっていくのかなと。そこはとにかく押さえておいてくださいね。ちょっと消しますね、見にくいですので。で、あとはどうでしょうか、トレンドラインをね引いていくならば、こうですよね。安値はもう完全に切り上げてますのでまあ、ヒゲまで加味するとこう。あと、シナリオ的にどういうものがね、考えられていくのかって話なんですけど、どうでしょうかね。やっぱりこれね、こうですよね。あ、ごめんなさいね。軽めの上昇ウェッジ的なものもね、作っているような、まあ、高値を結んだ、まあそうですね、ここが意識されてましたので、上昇ウェッジの上抜けっていう形でしょうかね。はい。まあ、こういった形、あ、ごめんなさいね。こういった形でしょうか。ちょっと荒々しいんですけど。ちょっと引きにくいですね。はい、こういった形でしょうかね。はい、ですから上昇ウェッジをね上抜けしていったっていう、まあ、形にはなっておりますので、まあ今からねまたここちょっとごめんなさいね。あれちょっと何かおかしいですね。あ、ごめんなさいね。もう一回見ますよ。はい、すいません。先ほどの冷やしレベルでいくならば、ちょっと簡単めに引きますね。簡単めに引きますよ。上昇のねこちらの上に、押さえつけられていたライン、トレンドラインがありましたよね。ちょっと短めに引いていきましょうか。こうですね。はい、ここ高値を結んだラインですね。ここで基本的にはサポートね、次バンとされてくるかどうか、されてくればさっき私が引きました 1.618 のいわゆる、7ドル付近まで持ち上がってくるか、もしくはもう一個ありますからね。これ実はここのサポート、わかります、このもともと高値を結んだ頭を押さえつけられていたラインですので、ここをねまで落ちてくる、押し目として落ちてくる可能性もありますよ。そうなるとこの短い時間軸のフェーズで考えるね相場師の方も出てくるでしょうから、ちょっともう一回エクステンション的なもの引いておきますよ。ここ押しとして考えた場合、こうですね、高値結んでこうですから、やっぱり1のラインが7ドル、 7.3 ドル、 1.618 が9ドルですので、先ほどの長い時間軸で見るならば、1.618 のラインが 6.9 ドル、7ドルぐらいだったじゃないですか。で、今この短いフェーズで見るならば1のラインが 7.3 ドルぐらいですので、7ドルぐらいまでねバーンとまた上がってくる可能性があります。ここでサポートをちゃんとサポートされて、押し目確認からの次の発射、次の上昇波は7ドルぐらいをね狙っていけるような形にはなりますので、そこに対する期待感をね持っておきましょうかということでございますね。はい、これぐらいでしょうか。で、チャート的には今とにかく強い、テンセントは強いです。で、今日もね後で重要ニュース見せますので、そちらもねぜひとも参照なさってみてください。これはやっぱり強いので、全然違いますもんね、様相がね。イーサリアム建てと比較しても今相当強いところにいるんじゃないのかなと。ごめんなさいね、ちょっとそこだけは見ておきましょうか。やっぱり今ユニスワップですよね、あちらでの取り扱いになっておりますので、ですよね。他に取引所も上場しましたかね。まだ多分してないと思うんですけれども、こちらですね。はい、イーサリアム建てで見ていきますと、もうこれもねかなり強い上昇をしておりますのでこうですね、もうイーサ建てでも史上最高値をね、まあ超えていくような流れになっていくのかなという話ですので、まあ今とにかくテンセットはね強いですね。私がおそらく案内していたのがここら辺だったんですよ。この付近だったんですよ。ですから今結構なね利益がもう 2.5 倍ぐらいの利益が取れているのかなと思いますので、まあ良かったよねという形で私も安心はしております。はい、そこに関してはね、やっぱり紹介したというかね、ある程度案内した通貨がやっぱり上がってくれるとね、上がってくれないと逆にねやっぱりこう私うーってなるんですけれども、やっぱりこれぐらい力強いね、上昇が来て、さらにほら起点となるところで案内できたのはね良かったかなと思いますので、まあ購入された方はね、あ、本当に良かった良かったという形でございます。よろしくお願いしますよ。とにかくテンセットは強いということね、認識はしておいてください。まだまだ始まるのかなというね形がしております。で、本日のね、いきますよ、重要ニュース行ってみたいと思います。パフ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 お願いいたします。パフお願いいたします。いきます。まずは先ほどのテンセットの話の流れでいきますよ。はい、こちらでございますね。いきます。ですね、ごめんなさいね、あ、こちらは前流したニュースでございますね。こちらではなくて、すいません。ですね、あ、こちらでございますね。はい、こちらです。はい、すいません。テンセットがですね、まあ、ツイート翻訳しましょうか。これ、いきますよ。クォーター2、ビザアップデート、クォーター2ってことは、4、5、6、ですから6月いっぱいまで、まあまあ、にアップデート、ビザアップデートを行っていって確認をしてくださいってありますね。で、こちら、まあ、書いてありますけれども、いいですか、ビザとテンセットが統合をするという、まあ、状況ね、これ、この、なんか、まあ、も、あとどうしますか、ちょっと待ってくださいね。で、また、いいですか、ビザの追加機能を備えた素晴らしいニュースもありますと。で、ちょっとこれ、いきましょうか。こ
これね、まあ、上から下に流しますよ。テンセットといわゆるビザがね、どういった関係性になるのかっていうのを、まあ、ここで英語で説明してくれているんですけども、ある程度ね、ちょっと簡単めに言いますと、うん、こういうことですよね。いわゆる、年内中に、まあ、他のね、方もツイッターで上げてました。それもちょっと参照させていただきたいと思いますけれども、テンセットを結構紹介している方がね、ある程度こう、まとめてくださっていましたので、ちょっとそれをね、流させていただきますよ。年内中に、いいですね。テンセットが、開発している、テンセットモバイルアプリ。まあ、これですかね。テンセットモバイルアプリに、ビザを組み込んでアップデートをする予定ですと。OK です。ビザを組み込んでアップデート。ですから、ビザとま、提携みたいな感じですよね。うん。で、下に流しますよ。ここ。これですね、テンセット関連のすべての取引を簡単にするテンセット、まあ、いわゆるビザカードができると。ですからビザの加盟店においてテンセットが使えるっていうことで認識でいいんですかね。私そういう形それでいいのかなと。だからビザの例えば加盟店でテンセットが利用できるでいいのかなとはちょっと思ってるんですけども、まあ、これのねちょっと詳細がどういった形でこう使われるのか、もし視聴者様でわかる方がいればね、ちょっとそちらは教えてほしいかなと。私もねちょっと気になるので。ですからテンセットのビザカードなのでビザの加盟店、だからそこら辺の分かりますよね。例えばコンビニとかああいったところでもテンセットが使えるっていう状態にはなるんですかね。ちょっとそこをねが気になるなということで、まあ年内中にまでとにかく今テンセットのこのね情報がもういろいろすごいのがいろいろ出まくっていて、もうなんかどれをね扱っていけばいいの。もうパートナーシップはすごいですし、上場の話はすごいですし、どんだけ溜め込んでたのみたいな。でも逆にね、ちょっとこれだけはちょっと覚えておいてくださいよ。ちょっと言いますよ。これだけはちょっと覚えておいてください。いいですか。いきますよ。まあ、当然ね、前々から相場の中に生きてらっしゃる方であれば、当然聞いたことありますよね。噂で買って事実で売れってやつですよ。わかりますよね。ですから、今ね、すごい、まあ、噂ではないですよ。噂ではないんですけど、期待感がガーッと上がっていって、もう、チャートがすごいことになりそうなんですよ。で、やっぱりね、こうね、できる直前ぐらいにパーンと売り抜く人たちも多分いると思いますので、もういいねまでついてきたなと、ね、いいねまでついてきたな、もうパーンと売り抜くかみたいな、うん、のがありますので、その危険性が多分あるから、あれなんですかね、ほら、5月の31日に、gate.io でしたよね。あちらの方、gate.io、そうですね、gate.io で、取り扱いされるんですよ。gate.io で、テンセットと、テザー立て。テンセット。そうですね。テンセットとテザー建てと、あとテンセットとイーサリアム建てですかね。が、取り扱い開始になるんですよ。で、もしね、gate.io の、サイト、作られてらっしゃらない方は、私、説明欄に貼ってますので、ぜひともね、ご活用なさってみてください。よろしくお願いしますよ。で、そちらの方で扱いがあるので、5月31日に。それまでにね、すべて出し尽くすと、やっぱり上場してからの売り抜きがバーンって激しくなると思いますので、6月にかけても、多分材料多分残してると思うんですよね。多分そこもあっての、6月も2社と提携を、取引所にね、上場予定だよっていうことをなんかこう、まことしやかに言われているのかなっていう様子もね、私の中でしております。OK ですか？ですから、これね、もしね、こう、テンセットを売ろうかなって考えてらっしゃる方は、うん、結構売り時をね、ちょっと考えてみた方がいいかもなっていうね、感じはしておりますよ。まあ、もうそれ関係なしに、わかりますよね。もう長期保有で持っておこうという方であれば、まあ全然ね、関係ないんですけれども、もしね、一時の、ことで買っていこうかなと、購入しておこうかなという方であれば、そこはね、注意をしておいてください。やっぱりね、噂で買って事実で売れ的な格言もありますので、どこで売り抜かれるかわかりませんので、そこはね、ちょっと注意をしておきましょうと。大幅下落がね、起こってくる可能性があります。すべてできると。OK です。それをね、ちょっとこう、やり方がどうするのかなっていうのがちょっと気になります。テンセット、公式的に。うん。やっぱりここまで、バーッと一気に流しまくると、確かに金額がガーッと上がってくるんですけど、出し尽くした後どうするんだろうっていうのはね、ちょっと、そっちの方が私、心配になってきてます、今。うん。ですから、やっぱ上がってきてる時はね、逆のことを考えてみるっていうのもやっぱり重要ですよと。ってなると、ある程度のところに行ったら、ちょっとずつ利確をしていこうかなっていうね、意識もやっぱり芽生えてくるじゃないですか。やっぱそれが大事なんですよ。OK ですか？そこはね、ちょっと注意をしておいてください。今、いいニュースが流れている中で、こういうネガティブなことを言うなよ、おっちゃんと思うかもしれませんけれども、やっぱり相場の中に生きて、ね、刈り取られないようにするためには、その意識ってやっぱりかなり重要ですので、申し訳ないですけども、よろしくお願いしますね。ですけど、うん、ニュース的には完全なる親指上。グッドボタンでございますから、今からどん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 ね、ニュースが出てくる可能性もあります。ですから、まだまだ、ガンガン上をね、狙っていける様相が、まだ見受けられますので、アーテーハーつけてグワーってね、行く可能性がありますので、今からね、まだまだ注目できるでしょう。ですから、今週いっぱい、どういった形でテンセットが決着をさせるのか、ちょっと見物です。5月の31日の、gate.io に、いいですか、取り扱い開始された時の、値動きは注目しておいてください。注目です。ここを耐え切れば、いいですか？耐え切れば、本当に長期保有目的で考えていらっしゃる方が多いっていうことですよ。
わかりました今のイメージ。だってもともとテンセットって長期保有目的をね、主体にしたような、それをやっぱりまあそれはそうですよ、どの通貨もそうだと思うんですけども、うん、そこをね結構ね押し出しているので、ここでね売り圧にならなければやっぱりかなりね長期保有目的として期待している方が多いのかなと思いますので OK ですね。ですから5月31日のゲート .io のね、上場、ここはね取り扱い開始、ちょっと金額値動き気にしてみるのはいかがでしょうかということで、よろしくお願いします。まあ、ビザとのね、提携、うん、組み込んでいくっていうのはね、かなりいい、うん、プラス要素でしょうということで、お願いいたします。はい、そしてね、本日の最後の重要ニュース、こちらでしょう。いきます、いきますよ、皆様、いきます。こっち。もう見ましたよね、見ましたよね、見ましたよね、来るのか、来るのか、と、巨人が来るのか、とね、いきます。はい、アメリカのアップル社、はい、仮想通貨決済の職歴を持つ人材を募集と、もうこれはね来るよねと、来ざるを得ないでしょうってね、今日の朝方出てきたニュース、うん、仮想通、まあ読みますよ、仮想通貨決済の職歴を持つ人材を今募集していると、うん、で、読みます、アメリカの IT 大手アップル社が、いいですか、うん、来ました来ました来ました、私のテンションがガン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 って上がってきましたよ、行きます行きます、うん、暗号資産決済に関する職歴を持つ人材の募集を開始した、応募していいです私、嘘です。行きます。はい、申し訳ございませんね。急いいですか。あ、もしね、皆様 いらっしゃらないです。うん。決済に関する職歴を持ってる方、逆に。トレードはしてなかったけど、そういった関係はしてたっていう方もいらっしゃるんじゃないですか。だって7000名もいらっしゃるんですよ。申し訳ございませんね。行きます。はい。いらっしゃればどうですか。本当に、本当に冗談抜きで。はい。応募してもいいかなと思いますよ。うん。で、求人が公開されたのは26日。んですから昨日ですよね。決済に関する事業開発担当マネージャーを募集していると。はい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 。で、採用時に重要視する経歴の一つとして、仮想通貨やデジタルウォレットのような、うん、決済手段を提供する企業で、またそのような企業と5年以上、まあそのような企業でね、5年以上働いたことがある方をっていうのが項目として記載されていると。うん。で、まだ求人が出たばかりだがと、うん、同社の今後のサービスに対する注目度が高まってきたということです。そりゃそうですよ。山が動く。ですもんね。山が動くでございますよ。はい。で、大手企業であるアップル社の仮想通貨に関する動向は以前から関心を集めていると。で、2019年には決済サービスのアップルペイ部門の幹部の方がですね、アップル社は仮想通貨に注目し、技術やトレンドなどを追っているというふうに発言。うん。で、仮想通貨は長期的な視点で見ると、可能性を秘めていると思うが、当社はユーザーが今何を利用しているかを、最も重要視していると説明していたと。そして、QR コードによる決済手段の存在や、うん。仮想通貨の長期的な可能性を考えると、いつかクレジットカードよりも利用者が増えると考えているというふうにね、語ったと。うん。で、こちらですよね。まあ、今回募集しているのは、という形ですけど、まあ、先ほど言ったように募集していますよと。で、アップル社の影響力って、まあ、ありますけれどもね。まあ、上から下にちょっと流していきましょうか。うん、まあ、こういった形でね、まあまあ、簡単ですが、いきましょうか。カナダを拠点にする大手投資銀行ね、RSB キャピタルマーケッツは、今年2月、アップル社が仮想通貨業界に参入した場合の試算を発表したと。まあ、参入したらやばいんじゃないですか。はい。で、同銀アナリストの方ね、スティーブさん、スティーブズ氏ですかね、は、アップル社が仮想通貨取引事業へ参入すれば、すでに、まあ、ごめんなさい、この感じ、ごめんなさい、今、堅牢でいいんですかね、ごめんなさいね、無知で申し訳ございません。ソフトウェアエコシステムと、普及基盤を持っているという大きな強みがあり、いいですか、年間、400億ドル、4.3 兆円を超える収益を上げる可能性があると試算していると。そして数十億ドル規模の業界である仮想通貨取引事業に参入すると決定した場合、アップル社は瞬く間に、まあそうですよね、市場シェアを獲得することができるだろうと。同時に今後10年から20年の間、アメリカを、うん、仮想通貨業界のリーダーにすることにもつながると。やば、そのレベルっていうね、はい、形ですね。わあ、どうなんですかね。スティーブ・ジョブズさんが生きていた時ってまだあり、もうなか、まだ、もう始まってましたかね、仮想通貨。ごめんなさい、ちょっと時間軸的に悩んでます。スティーブ・ジョブズさんが生きていた時は、もうありました。開始されてました。あの方がね、今ね、いたらね、どんな風にこの業界を見ていたんですかね。私、そこの方が気になるんですよ。うん。確かにアップ社すごいなと思ったけど、これ見た時に、スティーブ・ジョブズだったら、もうすでに入っているのかどうなんだろう、あの天才、あのレベルの天才になるとってね。どんな風にこの業界を見てるんだろう、どんな風に仮想通貨業界とアップルをつなげようか考えるんだろうか、それともそこに対してはもうノータッチでいくのかってね、そこもやっぱりちょっと思うところがね、やっぱあるんですよ。私こういうの見ると、生きていたらどうなるんだろうなーってね。まあまあ今たらればね、さすがにそういうことは言えませんけれども、うん、そこはねちょっと気になるところかなと。で、そのね、スティーブ・ジョブズさんのね、こうね、まあ、何ですか、意思を受け継いでいる方たちもまあ残っているんですかね。そういった、まあどうです、かなりこう結構ね、自分勝手な方だったという話ですけれども、うん、考え方とかもね、こう残っているんですかね。そういった意思を受け継いでいる方がね、いればね、そういった方もどういうふうに思っている
のかなと。まあでも入ってくる予定でしょうねこれはね。うん、まあ遅いながらもっていうことでしょうかね。うん、まあ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 仮想通貨業界にとってはもう完全なるプラスのニュースでしょうこれは。でこれが参入してきた時はやっぱりね、やっぱりさらなるビッグウェーブがね起こる可能性というか起こらざるを得ないので、うん、起点となるポイントはね今どんどん出てきてますよ。 ETF もそう、 Apple もそう、こんな風にね、そうですよ。あとは通貨単体で行くならばリップルとかもねありますし、他にもね今ね開発がどんどん進んでいる通貨ばかりですから、いいですか、注目、名前が上がっている通貨っていうのは今後ね上昇をする可能性がやっぱり大いにありますので、うん、ある程度長期保有目的のね、を軸とした、ポートフォリオをね組んでみるのがやっぱりね面白いのかなと思いますので、ぜひともね、参考にいろいろなこのチャート分析であるとかニュースとかをね参考になさってみてください。はい、よろしくお願いいたします。それではね本日の第1部の配信をここらで切りよく終わっていきたいと思います。あとチャンネル登録者の方がですねいきますよ、なんとですよ7550名でございます。ありがとうございます、ありがとうございます。昨日の夜からどうです、また10名20名ぐらいね、はい、私のこのチャンネル登録チャンネルをね登録していただきました、本当にありがとうございます、ありがとうございます。はい、あとはね皆様のグッドボタンであるとか低評価でも構いませぬ。はい、あとはねやっぱりコメントとか、うん、なんといっても、やっぱり初めて聞かれた方で 30% ぐらいの方がね、まだ登録をしていただけていないということなので、ぜひともね、チャンネル登録というボタンを、ぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。それではね、第1部の配信をここらで切りよく終わっていきましょう。第2部の配信はまた11時ぐらいですね、ちょっと今日ね、なる可能性がありますので、そこはね、ご了承ください。よろしくお願いいたします。はい。それではね、お仕事がある方、今日木曜日ですので、もうすぐね、週末でございます。最後ね、気張って頑張って、バリバリ働いていきましょう。アップルも入ってきますよ。テンセットも調子が良くなってきますよ。他の通貨も今ね、ガンガン上がってくるのかな。とにかく今日崩れないでくれと、ビットコインが崩れなければぐんぐん行きますので、そこに希望を持ってね、毎日を過ごしていきましょう。よろしくお願いいたします。私も頑張ります。お願いいたします。はい、それではね、第1部の配信をここらで切りよく終わっていきます。第2部の配信まで楽しみにお待ちください。